はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、少し早いんですけども、次のイベントのね、話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。次のイベント、10月前半イベントになるんですけども、期間は10月1日火曜日から10月15日火曜日までということで、もうね、このサムネを見て勘がいい人はね、あれなんじゃないかなってね、気づいた人もいるんじゃないかと思います。まずはですね、イベントデータベース確認していきましょう。9月16日からプニプニカチカチおはじきということで、これね、今やっているイベントおはじきバトル、そしてその前がですね、ミノクニコラボということで、気まぐれゲートコラボ来ました。そしてその前が黒い妖怪ウォッチ第2弾ブラックダイニアマップでのお宝集め、そしてその前がモンストコラボということで、これを見ると一向期にさ、コラボが来てんだよね最近ね。ということは、じゃあ次はコラボか？コラボのね、可能性が非常に高いということが見て取れるんじゃないかと思います。そして最近さ、武道会が来てないよね。まあマップでのね、お宝集めはあったんだけど、ちゃんとしたさ、武道会っていうのは開催されてないんで、まあ武道会形式もそろそろあってもいいんじゃないか。あとね、ちょっと気になっているのは、まあ、コラボといったらおはじき、おはじきといったらコラボなんですけども、今さおはじきやっちゃってるんで、次さすがに連チャンおはじきはないだろう。そして今ねカチカチプリプリカチカチもやっちゃってるんで、連チャンカチカチもないだろうということで、なかなかね次のイベント読みづらい。まあ、今のねイベントの状況なんですけども、これはですねプニプニの売上ランキングを表したグラフになります。オールスターニャンボでもうダダ滑りですよもうかつてないぐらいの低いランクまで落ちて、カチカチおはじきでさ、もう一気に上がります。やっぱカチカチおはじき鉄板ですよ。そしてそのままもうこの上位を維持していきます。そして9月23日には最終兵器メイドの花子投入で、さらにねこのランキングをね上げていくことになるわけですよ。メイドの花子、もうほんとねこれ欲しいんだよね。まだね僕は諦めてませんよ。 SSS ランクのぶっ壊れキャラ、まあぶっ壊れキャラっていう特殊能力は、まあ、イベント終わっちゃったら終わりなんで、それはまあ今回置いときましょう。必殺技は攻撃力をアップし、さらにデカプニを作る。そしてスキルがねすごい、 HP が0になった時に一度だけ復活して技ゲージが溜まるということで、復活スキル最強じゃねえか。そして何よりメイドですよ。メイド可愛いよね。しかし残念ながら学校の怖い噂の花子さん寄りに作られちゃったっていうね、メイドさんに寄せろよっていう、まあ、そんな気はしますけども、ガチャスケジュールね確認していきましょう。9月16日から18日まで月見オロチ覚醒イザナミの出現率アップありました。そしてその後で9月19日から9月22日プニナンダ竜王の出現率アップ、そして今ですね9月23日月曜日から9月25日水曜日までメイドの花子の出現率アップ来ています。そしてねこの後どうなっていくかなんですけども、9月26日の金曜日から9月30日月曜日までラストチャンス来ますよ。もうだからあとはラストチャンスを残すのみ。しかしここでサプライズがあります。9月29日日曜日から10月6日日曜日までイベントをまたぐような感じでオータムニョンボなるものが来ます。まあこれはね、まあ無料のねニャンボコインもあるんですけども、基本は課金のガチャなんで、まあちょっと厳しい感じはあるよね。まあここではね目玉キャラのあれが登場してくるわけですよ。ちょっとね嬉しい話もあります。ラストチャンスの時にガチャミッションがね来ます。ここでですね、まあガチャをね回すごとにまあいろいろアイテムがもらえるわけなんですが、まあ注目すべきは3回目でですね元気ドリンクが2つもらえちゃいます。これは嬉しいよね。元気ドリンクさ2つもらえるんなら、まあ3回回してもまあ元は取れるかなっていう気はする。そしてあとね注目すべきはやはり20回回して神必殺の秘伝書、これはすごいよね。ランクが1個上がるっていう、だから6から7にさ上げるのに、まあ通常秘伝書大量投入しないといけないんだけど、これがあればさ1冊で上げれてしまう。だからどうなんだろうね、 Y ポイントに余裕がある人は20回回すのもありだと思います。まあ Y ポイントに余裕がない人は、まあ、3回ぐらいでねやめておく、まあそんな戦略もねあるかと思います。次のイベントは何なのか、何なんだ。
さあ皆さん、これ次のイベント何だと思いますでしょうか。まあいろいろあるんだけど、妖怪ウォッチ4のアップデートでですね、新マップ妖国国技館っていうね、相撲のバトルが追加されました。まあ僕はね、まだ妖怪ウォッチ4この全部ねストーリー一応クリアしないとこの新マップいけないんだよね。だからさ、僕はまだちょっとできてないんだけど、そこでもう非常にね残念なんだけど、レベル5さん途中からでもさ、いきなりこれできるようにしてよ。遊べないじゃないか。妖怪大相撲なんだけど、武道会形式にさぴったりじゃねっていう、まあ、いろんな妖怪が出てきて、まあ、相撲でバトルしていくわけですよ。だから久々の武道会形式のこのお宝集め来るんじゃないかと思います。最近このイベントやってないしね。で、妖怪大相撲では、まあ、妖怪ウォッチ4のねオリジナル妖怪雷電竜とかね、ドヤポン、ドーダヌキ、まあ、この辺りがね、まあ、目玉キャラとしてね、まあ、挑戦枠になるのか分かんないけど来る可能性がある、まあ、武道会形式だったらさ、オータムニャンボでリンネが来るのもなんかマッチするよね。コラボか、やはり順番的には次はコラボか。コラボの場合はですね、通常よりね少し前にですね、アイコンがねまずコラボアイコンに変わります。なのでコラボかどうかっていうのはもうすぐね分かるんじゃないかと思います。まあ今週のねアプリのアップデートでおそらくアイコンがね、まあ、変わる、もしくは変わらないか分かるんじゃないかと思います。で、このコラボアイコンを見ると、まあ僕が勝手に作ったんだけど、なんだこのリンゴのかじられたみたいなアイコン、どっかで見たぞ、どっかで見たぞ、アップルコラボ。まあアップルと妖怪ウォッチプニプニとのコラボ、まあいろいろね、まあ問題はあるかと思うんだけど、あったら面白いよね。そして今話題のことといったら、もう今アップルしかないでしょう。まあただね、アップルとコラボしちゃうと、妖怪ウォッチプニプニってさ、あの Google Play とか、まあいわゆる Android でもあるんで、アップルとコラボしちゃうと Google さんが黙ってねっていう話もありますけども、まあ最近ねアップルありました、定額制のゲームサービス Apple Arcade を開始しました。 Apple Arcade は月額600円で、対象のね iOS アプリを無制限で遊べる。そしてさらに PlayStation 4とか Xbox One 用のさゲームパッドがさ使えるんだよ。なのでこれね、どのゲームが遊べるのかっていうので、まあ、入る入らない迷うんだけど、まあ、入る入らない迷うっていうか、僕はあのアップル端末持ってないんで、まあ迷うも何もないんだけど、でもねこれさ、遊べるゲームがさ面白いゲームだったらちょっとねアップル端末も買おうかなってね、まあ、iPad か iPhone かね、ちょっとね迷ってるんだよね。本気で迷ってます。このアップルアーケードで出てるゲームはなんか他のさ Google プレイだとか、あと他のストアではさリリースしないんだって。だからもうこの Apple Arcade 限定のゲームみたいな感じになるらしい。それが月額600円で無制限、いいじゃねえか。プニプニもさ Apple Arcade で出せよ。そうしたらさ、もうガチャはさ月額600円払えばさ、もう回し放題だよ。最高じゃねえか。それがいいよね、みんな平和になれる。今ですね、この Apple Arcade で配信されるソフトのねタイトル何本かね発表がありました。大きいところで言うと、スクエアエニックスが新作のロールプレイングゲームバリアス・デイ・ライフをね、アップルがね提供するね、これアップルアーケードで配信するというね発表がありました。もうね、あの動画なんかもね出てます。これね、むっちゃ完成度が高い。もう任天堂スイッチだとかプレイステーション4のゲームって言っても見間違うぐらい画面も綺麗だし、これはねちょっとねやってみたい。カプコンからはですね、新作のタイトル Into the Deeps というのがね、あの配信することが決定しました。人類最後の生き残りである主人公が人類未踏の深海を探検する潜水探索アクションゲームということで、これもねグラフィックがむっちゃ綺麗で、なんか斬新だよね。こう海の中を潜っていって、なんか深海のこの魚にちょっとやられちゃったりとかしたりするんだけど、なんか探検するっていうね、これもですねちょっとプレイしてみたいなと思います。まあだけどね、プレイするのにはこの Apple Arcade に入らないといけないっていうね。でも Google さんもさ、この Apple Arcade に対抗してサブスクリプションサービス始めたよね。まあ Google の場合はなんかゲームだけじゃなくてアプリ全体の
なんか定額サービスなんで、まあ、そっちもねちょっと様子見てから決めたいなと思います。で、Apple といったら先日 iPhone11 が発売されました。 iPhone11 Pro、 そして Pro Max、 出たよ、この3つ目のなんだろう、まあ巷ではタピオカだとか鬼マロなんて言われてますけども、いろんなさ YouTuber さんがさレビュー動画上げてるよね。ヒカキンさんだとかね、はじめ社長だとか、あれさ提供なんで、まあ、もしかしたらわかんないよね。妖怪ウォッチプニプニとこの iPhone、このコラボあるかもしんないよ。で、 iPhone とコラボるならやっぱり iPhone11 Pro Max がランク Z、 そして11 Pro が SSS ランク、そして通常の11がランク S、 iPod Touch は E ランクか。まあ、こんなこと言うとね、 iPod Touch 使っている人に怒られてしまいますけども、どうなんだろうね、皆さんは次のイベント、どんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。